はい、今回は神戸市須磨区にある須磨海浜水族園に行った時の映像をお届けします。水族館大好きなんです、私。楽しみです。この水槽にはサンゴとカラフルな魚たちがたくさんいて、実に見応えがありますよ。コンセプトは生きているサンゴが作る生態系の多様性というふうに、ね、書かれていました。サンゴっていろんな種類があるんですよね。私もあんまり詳しくないんですけども、小枝みたいなものやこんな風に絨毯のね、毛足の長いような感じのものもあっても実に面白いですよね。生きてるんだなって感じしますよね。さわさわと動いてますもん。ではゆっくりご覧くださいね。こういう暑い時期は、こんな映像を見て、あ、ちょっと涼しいなと思っていただければ嬉しいです。上の方にカメラを向けると魚がいっぱいいるんですよ。かわいいですよね。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。